こんにちは。こんにちは。縦中流落書き部、はい、週に一度の落書きタイムですが、はい、今日はどんな落書きでしょう。質問が81番にいただいた質問です、はい、読ませていただきます、はい、ありがとうございます。ジェスドロの時、ジェスチャードローイングって言われてるんですね、うん、の時やイラストの時、頭が大きくなってしまったり頭身がおかしくなってしまったりします、うん、縦中さんが意識されていることや注意していることはありますか。はい、ジェストロ、うん、まあまあまあ短時間で描くときはほとんど意識してないですね。もういけみたいな感じで、うんうん、そこは気にするところではないかなとは思うんで、うん、ただ、まあ、頭身が合わないとかうまくいかないっていうのはもうものすごくわかります、うん、すごくうん、気になりますよね、はい、うん、まあ、仕事とかなるともうそこは合わせていかなきゃいけないんで僕も、うん、苦手ですけど、まあ、やってます。ほいでなんだろうな。でもまあ先ほどジェスドルの他にイラストとも言ってたので、まあそうですね、ちょっと やり方というか、まあ、気持ちの持ちよう、うん、そればっかりですけど、気持ちの持ちようというか、なんかそういったところでその等身なり、うーん、あとはなんだろう、バランス、広げない方がいいかな、わかんないですけど、まあまあそういったもののなんかをこう整えていくというか、なんかそういったものを見せられたらなと思います。はい、はい、お願いします。はい、ですね、はい、お願いします。今日はちょっと鉛筆でやりたいと思います。そうですね、ポーズをこう決めるにしてもですね、こうまず薄く書いていくといいのかなと思います。ここでなんかね、こう若干こう縦中流も入れていく、こうなんか薄く、探りながら、これね、僕のが結構お世話になったもう師匠の一人、3人いると思ってるんですけど、そのうちの1人の人がですね、方がですね、人とか言うな、探るって言ってたんです。探る、探りながら書いていくんだっていう風な、それ聞いた時は何言ってんだろうとか思ったんですけど、最近というかもう40も超えてぐらいからは、なんかそういうことなのかなとかは思い出しました。なのでこう薄くこうかなみたいな感じで、こう体なり、それこそ頭身ですよね、頭の大きさなりを、こうほいで消しゴムの使い方、これ練り消しだともっといいんですけど、叩きながらちょっと前書いた情報をちょっと残すような、ガシガシってこう消すんじゃなくて、前書いたやつをこう残しながらですね、これデジタルとかだとどうなのかな、いいブラシとかいい消しゴムがあればいいんですけど、なんかこんな感じでこう足の長さとかもですね、足の立ち位置とかでもちょっとこう叩きて薄く残しといて、ちょっと軽く薄く、なんだったらもう消さなくていいです、うん、消してないところもあってもいいと思う。なんか探るんですね。僕はこの探るを聞いた当時は、ま、もう僕は迷うだなとかちょっと勝手に思ってたんですけど、最近ちょっと探るっていうのが分かってきたかな。最近じゃないですけど、まあまあ随分後になってから探るってこういうことなのかなみたいな感じに、うん、結構そっか、だから書きました、あれおかしいぞ、うん、なんで私はおかしいことを書いちゃったんだろうじゃなくて、大体こうパーツ、頭、胸、腰、足書きました、はい、そしたら、ああそっか頭ちっちゃかったな、そうああそっか足の角度もうちょっとあっちの方に傾けさせたかったんだなとか、うん、はい、そういうことを思いながら思いながらですね、
直していく。はい、直せばいいんですよ、消しゴムあるし。決して立中さんも一発で正しい答申を書いてるわけではないですね。はい、なるほど。だからもう本当にシンプルな形でもうちょっと足、左足を奥にしようかなみたいな。で、前書いたやつがこう絵を描き進めるときに、あ、こっちの方が良かったなって場合もあるんで、うん、割と残しとくみたいな。割とさっきダメだったものが今良くなるってこともあるので、うん、そこはね、それこそなんかあのなんだろうな、完成を急がない感じです。うん、うん、なんかまあまあちょっとなんか本でもね、なんか読みながらですね、風おしゃれみたいな、なんかこんな感じおしゃれな本なんですね。おしゃれな本なんですよ。もうなんかね、東京のカフェの写真が出てたりとかするんですか、それともなんか哲学書みたいな。哲学書ね、ちょっと小難しいことをね、ちょっとね、自分は読まないんですけど、なんかこう手首の角度にしてもこうグッとこう小屈ですかね、小屈させるのか、気持ち背屈かな、背屈でこう手首返した状態で読んだ方がいいのかなとか、なんかそんな探って探っていく上腕の角度とかもなんか、ね、あんまねこう決めていかない決めていかないように書いたらすごく、でまあまあ頭の位置とか頭の大きさですよね、大きさもやっぱそんなもうね、お顔をね、鼻、目、鼻、口描くのも早く描きたいのも分かるんですけど、ちょっと描く前にもう一つもう一回り大きくしてみようかとか、それはそれでこうどちらが自分の描きたいものなのかなみたいなのをこう、うん、ちょっとそれこそ探りながら、はい、またはこう迷ってもいいですし、うん、そこはでまあまあこれがいいかなと思った時点でちょっと答申を頭を大きくしたことでちょっと幼くなったのかなと思ったら、まあ、肩のボリュームもちょっと細くしてみたりとか、まあ何をどんなキャラクターが先に決まってるんだったらまあまあそこはあれなんですけど、今もう本当にいきなり書いてるので、うん、ちょっと大きくした分なんか なんかそんな感じで、何で書いてんですかね、その質問された方は、うん、ちょっとデジタルだったらね、割ともう本当に、この上にもガーッとこうレイヤー重ねていって仕上げの絵まで持ってこれれば、うん、来れるんだと思うんで、まあ、デジタルだったらもうこの段階もあれなんですけど、この段階もなんかこうイラスト制作には入ってくるんですけど、アナログで書く分にはまあまあこんな感じで、うんうん、どんどんね、気に入らなかったら次行くとかなんかすれば、まあ、先週でいいのかな、先週やったような感じで展開、うんうん、ボクシングのやつでこうどんどんアイデア展開させ、まあ、アナログでもデジタルでもやっていけばいいと思うし、うん、ですよね、ジェスドロの時に答申が狂っちゃうっていうのはありましたけれども、はい、逆に言うとジェスチャードローイングは完成を求めるものでもないので、ね、はい、その気づく練習、うん、でいいと思いますね。ですよね、はい、とにかく書くを重ねていただきたいっていうことで、うん、私なんかのジェスドロパーティーっていうのがあるんですけれども、そうするとこう、うん、1分とか2分で全身をね
書いていきますから、あ、1個目の時ちょっと頭大きかったな、じゃあ2個目の時ちょっとちっちゃくしてみようかなとかね、うんうん、手が長くなっちゃったなとかっていうのを、うんうんうん、また次の機会の自分へのフィードバックにして、そう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 、やっていっていただけたら、書いてる時はジェスチャードローイングの時はもう気にしなくていいです、うん、後からやったらいいので、ガシャンって書いていけばいいとは思うんですが、まあまあこういうふうにちょっと時間をかけるときは、うん、いきなり完成の線に触れないようにタッチしに行かないように、もう探って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 いくとなんかいいのかな、探るってもうその僕の教えてくれ、もうお世話になった先輩は探るっていうのが口癖でしたね、うん、本当に。まあまあ、目とかも薄くね、薄く始まって、なんか軽く軽く、この軽く軽く探って書くっていうのもなかなかこう慣れるまではあれだったんですけど、結構うわ、なんか良さげ風な絵を描いてますけど、自分で良さげという意外とお気に入り、意外と意外となんかうまく描けたんじゃないかなと思いながらやってたり、ああまあまあ自分で自分を褒めるのは大事なんで、ちょっと、うん、大事と思う。あんまこうあれです、自分でこう添削して評価してみたいな、うん、自分をなんかねもう責めると真面目に取り組んでる風ではあるんですけど、一色しちゃうんですよね、書きたくなくなっちゃうこともあるので、うん、あんまやりすぎないようにしてください。そう、自分はダメだなとかってあんま思わなくていいです、次書けばいいですから、うん、思ったことで絵がうまくなるんだったら思った方がいいかもしれないけれども、はい、思っても多分絵に繋がらないからだったらもうみんな楽しくし、一縮すんると思うんだよな、こう等身ってなると、うん、そこでまた固まっちゃうんで、うん、じゃなくてこう 前にこう進むようなこう、うん、心持ちで探る、こうかな、うん、ああかなとかって薄く探っていくみたいなことの方が気持ち的にも楽になるんじゃないかなって。逆に立中さんは、まあ、等身っていうのが、まあ、今の質問者のあれなので、はい、等身っていう意味でなんか頭と体のバランスおかしいな時期もあったですか？ありました、ありました。もう僕は体がでかくて頭がちっちゃい時期が多かったですね。でもそれはじゃあそれ気になるなって思った時には何かして直しながらやりましたね。まあプロレスラーばっかり描いてたんでどうしても体がでかくなる。女の子を描いても体が肩幅すげえみたいな感じの時期が長かったですよ。気になるところって大きく描いちゃうんですよね。こんな、うん、なんで、仕事でもあったので、もうそこは注意してやるしかないかなとは思うんですけど、でも今でもやっぱ等身ブレるので、そういった時はやっぱわざと遅く描く。ですかね、遅く書くっていうのが、遅い時間をかけるんですけど、あれです、細かいところはいかないんです。さっきのこう頭のボリュームをゆっくり探っていくみたいな前半ですよね。今ちょっとこういう、うん、こういったところまで持ってきましたけど、前半やってたこういう塊で大きさをこう検証していくターンっていうのを、ここを長く取る、このここを長く取るです。いきなりここ行っちゃダメです。ここで大きいのかな小さいのかなっていうのをで、まあこう叩きながら
薄く前書いたものを残しながら、探っていくっていうのが、本当に、鉛筆の持ち方どうでもいいです。どうでもいいです。もう書きやすい方で、薄く。仕事の時はこっちですよね。はい、うん。この、こっちが大事。こっちで探る。こっちで探る。はい、そうですね。全身のバランスのところは それこそせっかくジェスチャードローイング取り組んでいただいているので、うん、1分レベルで全身かけるぐらいのところでもう探っていただいたらいいのかなって、うん、はい、もうそれで、ね、それでガンガンこうやっていけばあとね、慣れますよ。なんか、うん、なんかちっちゃいなと思ったら大きくなるし、うん、改めて大きくするんじゃなくて、ちっちゃいなって思うだけでも結構なこう影響は絵に出てくるので、もう発見しただだけで、ジェスチャードローイングの時はもう次行った方がいいです。あ、ちっちゃかったなって言ったら次の絵大きくなるんで割とやりますよ。自分自身の体って割と反応してくるんで、それもまた面白いですよね。思っただけでこんななるんだみたいな、うん、自分のなんか体の中の変化みたいなのが意識しなくても出てくる感じが、うんうん、もうそれも面白かったりするので、まあ、そんな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます、はい、またご質問お待ちしてます、はい、また来週時中流でお会いしましょう、はい、さよなら、バイバイ。